続いてはシーナちゃんオール A 特集です。このコーナーはシニアの生き生きライフを応援する株式会社オール A の取り組みや関わる人をご紹介していきます。今日のテーマはこちらです。秋田のシニアの味方、地域包括支援センター、ゲストをお招きしております。お二方ご紹介します。本日のゲストは矢橋地域包括支援センター社長、主任介護支援専門員長谷川敏子さん、はい、そして生活支援コーディネーターの佐藤元子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、さあ西村さんは、はい、よくご存知のお二人になりますか。オールエーというかケーブルテレビのすぐお隣に、ね、センターがあってですね、何回かオールエーのゲストさんというかみんなで集まっていただいて地域の問題とかを話すときに集まっていただいてる時があるんですけれども、はい、お隣さんという感じですね。そうですじゃあでもトータルで市内18カ所もあるというのをお聞きして、ちょっとね、はい、こんなにあったんだって改めて思いましたけど。そうですね、はい、では改めまして地域包括支援センターどんなところか教えてください。はい、地域包括支援センターは地域で暮らす高齢者の皆さんの介護、福祉、医療、健康など様々な面から総合的に支えるために設けられています。秋田市に先ほどもおっしゃってくださいましたけど18カ所あります、はい。でその地域別に設けられているのでお近くの包括支援センターがどこかっていうのは聞いていただければどこの包括支援センターでも教えることができます。あるんですね。あります。はい、東通り、はい、あります。で、センターには専門職として医療職である保健師や看護師と介護分野から主任介護支援専門員から福祉分野から社会福祉士と必ず3職種が設けられています。で専門分野の仕事だけを行うということではなくてその3職種が連携を取りながらチームを組んで総合的に皆さんを支えるということをやっています。その他に生活支援コーディネーター地方では佐藤ですけれども、はい、あと認知症のことを専門にやる認知症地域支援推進員が配属されておりまして、うん、今だと認知症のさまざまな相談増えておりますけれどもそういうところとかあと認知症サポーターっていうのがいるんですけれどもそういうことに関することとあと認知症カフェっていうのがあります。秋田市でたくさんやってるんですけどもそういうことそれから認知症予防の健康教室予防教室などというのも開催しております。さまざまな取り組みなさってるんですね。だるまさんがいっぱいある。はい、そうです。は認知症予防事業で、保湿寺神社です。あの高堂さんのところです。今日も午前中こちらで、はい、みんなと一緒に体操してきました。この会場を使用して、そうです。あ、なんかだるまさんに見守られて、いいですよね。はい、ご利益あるよ。ある、ね、ありますね。しますね、はい。そうですか。今いろんなお話出てきましたけれども認知症深刻な問題ですよね。そうですよね、うん、平均寿命っていうのがもちろんね伸びて、いくっていうのはもちろんありがたいことなんですけれども、やっぱり大事なのはね健康寿命ですよ ね、うん、そうですね。健康で長生きするっていうのがやっぱり理想だし、そのためにやっぱり一番私自身が気になっているのはやっぱり認知症ですね。私の父ももう亡くなったんですけども、やっぱり認知症でね、やっぱり家族の介護とか見守りっていうのは一つ一つのお家だけではやっぱりなかなかねやっぱり大変だなっていうのを改めて感じてましたので、こういう意味で地域で支えていただける方がいたり見守ってくれる方もう一つの目があったりするとねとっても嬉しいですよね。頼もしいと思いますよね。実際に増えているんですね。はい、増えています。で秋田市では一人暮らしの方が増えているので県外に出ていったやっぱり息子さんとか娘さんとか電話はしてるけれども電話の対応がおかしくなってきたとか、ね、コロナでなかなか来れなかったりするので、そういうところで心配なさってちょっと病院に連れて行きたいけどもどうしたらいいのかとかどこに行ったらいいのかとかどこに相談行ったらいいのかっていうような相談もあります、はい、いつも一緒にいられると少しの変化に気づけたりするんですけれども、離れている皆さんは特に心配ですよね。はい、そうです。一番多い相談ってどんなことですか。はい、
一番多い相談は介護保険に関することで、あの自分の体が弱った時に、あの例えば家事ができなくなったとか、どこかに行く場所がなくなったとか、そういうことで介護保険を申請したいというような相談が一番多いです。入院をきっかけにとか、怪我したことがきっかけにとか、そういうことが多いです。介護保険の講習もなさってるんですか？はい、介護保険に関することがわからないので、あの教えてほしいというようなことがあれば地域に出向いて話をしておりまして、うん、でオールエーさんの方でも介護保険に関する、うん、今出てますけども、はい、あの、はい、勉強会みたいな講習をしております、はい、参加された皆さんの感想はどんなものがありましたか？やはりあの聞いて初めてこの流れが分かったとか、申請の仕方が分からなかったとか、もうちょっと話を詳しく聞きたいとか、やっぱりあの、うん、その場にならないと分からないことがあるので ね、あの、うん、とても良かったっていうような反応が多いです。はい、あの私の場合だと突然その時が来るんですよ。あの準備も何にもな、下準備も何にもない時に、あの突然親がねそういう状況になって、でどうしたらいいんだって全く情報もないんですよ。でよう、あのいろんなところに相談して見つけていくんですけど、例えばオール A がやっているこういう、あのこういった形の教室、これを紹介して少しずつでもね、あの前もってね、あの情報が伝わっていけば、はい、あのまあ、その時が来てもね、あの非常に心強いと思うんですよ。ですからこういうな PR とか講座開催、教室開催っていうのはものすごいやっぱり大事だなって改めて今は思ってますね。はい、どんな方でも相談できるんですか？はい、はい、もちろんどんな方でも相談できます。介護保険は基本的に65歳以上の方に向けての保険ですけれども、はい、ご家族やそれから遠方に離れていらっしゃるあの親戚の方でもいいですし、あとご近所の方からでもあの相談を受けることあります。なんか様子がおかしいなとか、あの最近うちに同じことを何回も言いに来るよとか、いろんな相談があります。どなたでも相談を受けることできます。はい、認定受けたいけどどうしたらいいかなって迷っている方は、はい、もうすぐ相談するんですね。はい、そうです。で認定受けた後でもケアマネージャーというのが必要になってきて、あのどこに行けばケアマネージャーを紹介していただけますかということもありますので、あの知り合いがいればもちろんそれでも構いませんけれども、あの包括支援センターの方で、あの秋田市の情報も持ってますので紹介というのもできます。はい、こういった心強いサポートをしてくださる方がいらっしゃるというのはね、嬉しいですよね。先ほど佐藤さんの生活支援コーディネーターという役割だとおっしゃっていましたけれども、コーディネーターはどんなことをなさってるんですか？はい、まあ、あのこちらが担当している地域の高齢者が自分の住む町であのお家に閉じこもらずに人と関わりながら元気で暮らせるような町を作るということをやっています。でそのために、まあ、地域にどんな資源があるかとか、課題が何かということを把握することとか、それから協議体というあの地域に精通あの尽力されている方々、まあ、あの町内会連合会の会長さんとか民生児童院の会長さんとか、はい、畜舎協の会長さんとか、そういった方々にあの入っていただいて委員会というのを作っております。でその方々で話し合いをしながら、あの、まあ住民が交流する集いの場を作ることや、ちょっとした困りごとを近所の人が手伝ってくれるというような、あ昔あった向こう三軒両隣、はい、これが今なかなかできてないの で、ね、はい、その復活ということに今取り組んでいるところです。向こう三軒両隣、はい、みんなで支え合った時代というか、ね、はい、だから私なんか昭和の生まれなので、あの皆さん知らないですか、ね、でもあの時代っていうのはそうですよね。なんかこうみんなが助け合って、個人情報っていうのは今あって、はい、いろんな壁が大きいんですけど、うん、そうなんです。あの昔はなんとなくそういう鍵もね開けっぱなしにして、うん、そうですね、隣になんか助けを求めたりっていうのがすぐできたんだけど、はい、だんだんそういう時代じゃなくなっている中で、やっぱり佐藤さんのような生活支援コーディネーターというのが必要になってきてるってことですね。はい、そうですね。なかなかちょっとまだ地域とか知られていない名前だと思うので、うん、
なんとかこれがね、あの周知になるように今一生懸命取り組んでいます。さまざまな交流の場も作っていらっしゃるんですよね。あの例えば極北地区はお寺が多いので、そのお寺を集いの場にするように。なるほど、それはいいですね。あのお寺がもう30いくつあるので、そこで食事会や、寺町さんの食事会などをやっています。なるほど、地域によってもちろんね、そういうこともできるんですね。そうですね、とてもあの広いのでお寺って、なのであの皆さんね、やっぱり自分のお寺檀家のところは行っても他のお寺に行くことないので、それもまたちょっと中を見学させていただいたり、イベントをね、そういうのをやっています。こちらはどんなことをされてるんですか。今のはあのこれ、矢場瀬地区であの高齢者の、食事会をやりました。その時に私たちちょっと行って、あの認知症予防の体操をやったりして、若い方、ここ3人並んでる私たち以外の認知症地域推進見てお分かりのように若い、推進員です。この時もあの認知症予防の体操、簡単な体操を高齢者の皆さんと一緒にやったり、あと奥の方にちょっと交番の方が来ていただいてますけども、やっぱり詐欺とか特殊詐欺に遭う高齢者、やっぱりとても秋田県も増えておりますので、そのこういうことは注意してくださいというような注意喚起、工場の方と一緒にやりました。いや盛りだくさんですね。そういうのも一緒にできるっていうのはいいですよね。盛り込んで、なかなかこう初めましてっていうシーンもなくなってきてるでしょうから、こういう交流の場でまた新しい知り合いが増えていくっていうのも大事ですね。大切ですよね、情報交換になりますしね。交流の場をやはり作らないと、なかなか今コロナが大変だったので、ようやくちょっとまた始めるようになりました。そうですね、たくさんこういった場が増えていくとね、いいですね。あと私たちもこう元気でいられるように、普段から体操を、したりして、世界一の長寿県秋田県、そして秋田市ですからね、なんかそれをあのやっぱりみんなで見守って、あのこの状況をね、あの大事にしてやっていきたいですよね。では最後に視聴者の皆さんにお知らせお願いします。秋田市の中央地区4カ所の包括支援センターで、今回認知症地域支援推進員が中心となってワンニャンパトロールというものを立ち上げます。ワンニャンパトロール、そうです。ワンちゃんや猫ちゃんの散歩の時間に地域のパトロールを行う見守りボランティアになります。普段から散歩されている地域の皆さんにパトロールを兼ねていただくということで、地域の見守りの目を増やしたり、安全安心で暮らしやすいことを目指します。散歩中に気になる人がいればそっと見守ったり、最寄りの交番や警察署へ連絡したりするという、できる範囲の協力をしてもらう予定です。で、申し込みは地域包括支援センターまでということになっております。そうですね、すごいワンニャンパトロール、とてもいい取り組みですね。なんかこう身近でね、こうそういった方が声かけてくれるっていうのは地域の皆さんにとって安心になりますよね。ということでここまでお話伺いました。これからの取り組みもぜひ注目していきたいですね。ありがとうございます。さあ、本日のゲストは矢場瀬地域包括支援センター社協主任介護支援専門員長谷川敏子さん、そして生活支援コーディネーター佐藤元子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いては椎名三姉妹が行く梅物メーカーです。秋田県内の飲食店を食べ歩きしながら街ぶらします。